こんにちはでございます。2021年12月26日日曜日、時刻がですね13時6分ということで、まあ昼下がり、外はね結構寒いんですけども、天気はもう快晴というね、ピーカンということでね、久しぶりに外に出てきました。風が強くてね、そして雨が降って、今日なんか日本海側はもう昨日からずっと雪模様ということでね、まあ雪がないだけ、こっちはいいかと、そういうことですけどもね、なんかねもうなんだかんだ言いながら、2021年もあと1週間というか6日間かな、まあ一つの区切りっていうだけの話なんだけど、なんとなくねあとあんまり日にちがないのかとかって思ってね、バタバタしております。っていうかね、22日の日でしたっけ、携帯をね、チェンジということで、Android をね、購入してきたんですよ。川崎でね、川崎ラゾーナ、ね、ビッグカメラ、でそれはいいんですけどもね、まあとにかくもう悪戦苦闘ですね。まあここ数年っていうか、まあ5年ぐらいですかね、新しい家電とかね、そういう使うものを買うときに思うんですけどもね、トリセツという解説書がなんか最近はもうあんまりね、付属してなくて、みんな分かんなければパソコン見てくださいっていうね、そういう感じになってね、確かに便利は便利なんだけども、なんかね、そしてなんかこう、その取説もなんかやたらね分厚くて、やっぱり本とかね、電子本というかあるじゃないですか。そういうのもね、やっぱりなんで嫌かっていうとね、やっぱり紙じゃないってことなんですよね。だから紙がいいかとかじゃなくてね、要するにその理解できない、ちょっとわからない部分があると、パラパラパラっとこうめくってね、元に戻ってね、考えようっていうことなんだけども、それをパソコンでやるとね、なんかこう失敗したことが多いんですよ。ね、そうするともう例えばほら紙の場合はさ、例えば10ページ元に戻ればいいところだけども、目分量でパッとやってさ、例えば20ページになったら、あ、よし、じゃああと10ページ増やそうとかって、そういう感じができるじゃないですか、自分の感覚っていうか裁量でね。ところがもう、ね、そんだけ先行っちゃったらまた1ページずつ戻さなきゃいけない、まあ、まともに戻すこともあるんだろうけど、果たしてそこにね書いてあるかどうかっていうのは一瞬でチェックはできないわけですよね。何ページってことはね、確実にねスパッといくけども、そうじゃない、人間なんかいい加減なもんだからね、パッと見て、あ、ここ違うわ、じゃあまたパタパタパタ2、3枚めくってさ、あれ行き過ぎたかなとかね、そういうこうアバウトな自分のペースということなんですけど、本当に何ページ先何ページ戻るとか、こうなってくるともうカキッとしてますからね。まあお兄さん、そんな方ね、堅苦しいこと言わずにアバウトで行きましょう、アバウトでとか言いたくなっちゃうぐらいなねことだよね。で、挙句の果てには分かんなくなっちゃってさ、めんどくさいとか言ってね、一体この時間は何だったんだってね。それはね、もう最初から分かってる人がやれば全然問題ないし、分かってる人は取説さえもいらないもんね。だからそういうことを考えれば、分かってない人には本当に、非常に無茶苦茶だっていう、そういうことですよね。まあ、これね、やっぱり昨日ちょっと僕のね、知り合いと話したんですけどもね、やっぱりその優しくないとね、まあ、そういうような感じで、ただ要するにそれはね、僕らの年代
ということもあって若い子たちはもうパソコンなんかもう生まれた時からあったからね、テレビもそうだしさ、俺たちはテレビもなければね、あのパソコンもなかったからね、いちいち覚えるわけで、そうするとさね、あのなんかやたらこう難しいんだよ、あのあだこうだったね、うん、だからこっちも真剣に考えてね、もう最初から全部わからないとこれはちょっと操れないみたいなね、そういう感じになるんだけど、でもね、あの最近なんか思うんですけど、操れなくたっていいんだよね、できればだから自己流でも何でもできればいいんですよ、ね、だけどね、なんせ、そのできる時間がピンと瞬間でいくのとね、センスの問題だと思うんだけど、俺らみたいにこう全然いかなくてさ、あれあれどこにある、ここにある、あっちかよどっちかよみたいな話になってくると、もうえらい時間かかるんですよね、どうしようもないってね。でまあそういうことでね、まああのアンドロイドをあの川崎ラゾーナから持ってきて家帰って、でね、あのそのアンドロイドの設定だけやってればいいわけじゃなくてね、他にすることもいっぱいあるし、でましてね、今週に入ってきてね、もうあと残り1週間切っちゃうとなると、そうよ、2回ね、ライブに行く予定があるんですよ。だからね、ライブ行ってライブの時だけわーってやってくればいいってもんじゃなくて、結局撮影したりなんなりするとその後の日数が潰れちゃうから、どう考えてもね足りないね。でまあ撮影は29日からだからいいんだけどもさ、その前のね、その前のだから先週分のね、やつがあるわけですよ。あの先々週かもう、あのそうなるな、あの、第3木曜日のねオープンマイクと、それからあとダンスのね、やつがあるんだけども、あのオープンマイクはねなんとか終わった、だけどダンスがまだ全然手についてない。さてこれからどうやっていじろうかいじろうかったら変な話だけどもね、DVD とかにねするときに時間が長すぎるのか短すぎるのかとか全然ね、今見当つけてないからね。でやっぱり、いやでもまあはっきり言うとさね、単なる記録ですからね、だけどその記録っていうのがあるのとないのとでは全然違うよななんて俺なんか思うんだけど、やっぱりそうじゃなくてね、やっぱ若い子たちは違いますね、もっとかっこよくとか言ってね、それはかっこよく撮ってるつもりなんだけどさって、だけどあのなんだエフェクトかぶせたりなんなりとかさ、 FX とか、エフェクトでいいんだっけ、そんなもんかぶせてさ、ね、色抜いたりとかさ、カット割りしたりとか、そんなことまでやってられねえからよってさ、うん、思うんだけどね。でもまあ映像自体はちゃんと撮れてればそれなりに見ることはできるわけだけど、そんなこと気にしながらねもうやってるんだけど、もうとにかくあの目の前にあるアンドロイド、今そこにある機器でね、それを契約したと同時に今までのガラケーがアウトになっちゃってるんですよ、っていうかそういう仕組みらしいんですね。例えばタイムラグがあって今月中は動くのかなとかって思ってたら全然そんなことない、契約を解除したと途端にスパッと消えます。まあ当たり前ったら当たり前だけどね、でなんか日割り計算どうなるんだって料金のとかね、まあその辺なんかまたわけわかんないこと、いやとにかくね、まあわけがわかんないですよ、携帯のね、仕組みというのは、うん、なんかね、だからいつもだから例えばほら例えば通話料金だってさ、もうね NTT みたいに3分8円とかね、今何だったん5円だっけなんかわかんないけど、それで固定してくれてればいいんだけどもさ、3分 7.5 円だけども、でも家族割引があってなんとか割引があってとか言ってわけわかんないね、挙句の果てにはさ電気と電話と全然関係ない電気をね、電気料金とかもうちに入れてくれれば安くなりますよと、携帯がとか、それ別に電気会社迷惑だろそれね、まあ、そんなでも電気会社もなんかわけわかんないからさ、もう今ね価格が全然わかんなくなってきてるな、そういう面ではな、うん、
だからそういう状況の中で本当にねパカッと消えちゃう、その別れる時はね本当にもう非常なまでにっていう感じでね、でなんかねラゾーナの本当によくお世話になってるね係員の人にいろいろ聞いて、あこういうやり方をした方がいいですとか いろいろ聞いてね、うん、で、なんとかやり始めたんだけどね、で取説をちゃんと見てるんだけどなんかわけのわかんないことやっちゃうんだよね、なんか場所があれでね、でさやっぱり取説ってすごいなと思うのはね、例えば電話をかけるっていうことは、あ例えばメールにしよう、メールの方がわかりやすい、やメールはこうやったらできますっていうことでその通りねやればねちゃんとだから取説ウェブの取説にもそうやって書いてあるし写真もそうなってるからそれは正解なのよ。問題は例えばメールアドレスの英語を間違った時ね、例えば ABCD って打ってくださいっていう時に例えばその指でやるわけだよね、ね、デスクトップのパソコンだったらさキーボードを叩くわけだし、でもう随分使ってるからさどこをやればね失敗した時にバックして、新しいものできるかな、できるな、あと半角だとかなんとかも全部だからそういう感じでわかるけれども、ね、画面上全然わかんないですよ。でどこにバックキーがあってどこを修正すればいいのかとかわかんないし、まだ感覚がつかめないからさ、あと携帯持った時と一緒でね、どこに何が書いてあるかわかんないっていうそういうような状況でね、でそれで、まあ、結構失敗するんですよ。ABC でって打たなきゃいけないのに AAAAB とか言って、バックしたいけどどうしたらいいのとかね、 ABC まで行くけどDが E になったりしてね、それはいいわけねえんだから、それではさ、だから戻るときに戻るキーがどこにあるのかわかんない、でもう一回消して最初からやるっていうことになっても、例えばパソコンのバッテンキーがね、どこなのかわからない、案外そういうとこって目立たないんだよな、うん、でキーボードたくさんあるのはね、例えばパソコンみたいなフルな キーボードはないんだけどもね、例えばまるで携帯電話みたいにさ、あいうえおってね、押す出すのにさ、A を3回打たなきゃダメとか4回打たなきゃいけないとかそんなのばっかりでさ、であとめんどくさいでしょ、だから携帯なんか本当めんどくさいから、俺一番最初にねこれいつも言ってるけどね、携帯でメールをね初めて、メールを出そうと思った時に電話かかってきたんだよ、電話じゃない メールが来たんですよ、で歩いてる時にね、で立ち止まって後でって打とうとした時にだよね、40分ぐらいかかったん、歩道に立ち止まったまんまで終わった後に後でって言うだけでなんでこんなに時間かかるんだよ、電話した方が早いじゃねえかよみたいなね、うん、でも若い子たちはメールの方がいいらしいんだけども、だからそれ以降ほとんどメールは使ってなくてね、うん、ただ今度なんかね、一旦登録するとできるみたいだからってのはそれは簡単でいいよね、うん、でまあその頃はキーボードも少し打てるようになったんだけど、でも今度ショートメールとかいうのが出てきて、ショートメールよくわかんないですね、今までメールだったんだけどなんでショートメールなの、短いからじゃあねとかそんな感じなのかなと思ったら違うんだよね、URL みたいなものを短くしてショートメールなんだってよ、だからそんなことはわかんないよな、どうでもいいよな、ということで、まあ、ほとんどね携帯は電話しか使わないのと、あとだから来るのと、元気とか言ってうんとかね、うんっつうのはメールでは送らないですけどもね、だから全てパソコンに来てっていう話なんだけどね、えパソコンもほとんどだからよっぽどの人じゃないとちゃんとだからやってくんないもんね、Facebook なんか見てたら本当そうだよ、リクエスト、お友達リクエストっていうのがあるんだけど、とにかくお友達リクエスト飛ばすのが精一杯な、精一杯というか飛ばすだけなのよ、でこっちが見てあれこの人誰だったんだっけってね見ても全然分かんなかったりするんだよね、俺もだからボケてるからさね、だからなんかね、ごめんリクエストくれるときは面識のある人だったらいいけれども、でもそれもかっこ怪しいってね、だからなんかこうね、誰だか分かるようなヒントを メッセージで入れてくださいと、でそれはメールでもいいし
何でもいいですから、Facebook だから簡単でしょ、書き込みとかね、そういうところでもさ、うん、だけど全くないもんね。ただ出しとけばさ、リクエスト出しとけばさ、ホイホイね承認してくれると思ってんですよね。思ってんのかどうか分かんないけども、その辺も知らないのかもしれないけどな。とそうは問屋がおろさずよですね、とそうは問屋が大根おろしね、そんな感じですよ。ミクシーなんかはね、やっぱり招待制みたいな形でそんな感じで、メールとかなんとかできて、ああじゃあどうのこうのとかね、招待しますみたいな話だったんだけど、だからフェイスブックなんかはやっぱりミクシーとツイッターのいいとこ集めたようなもんだからさ、やっぱりそれなりになんかこうめんどくさいよね。ただもう分かっちまえばあとはね飛ばすだけで、俺なんかはごちゃごちゃ文句言う、もうあらこうだってないからさ、もうほとんどだからフリーで出してんでね、なんだお友達オンリーとかさね、そういうようなことはやってないし、しょうがないでしょね、書いちゃったもんで仕方ないじゃないか。だから例えばごめんって謝ることがやっぱり大切なんだろうなっていうふうには思うんですよね、なんかあった時にはね。ただ謝ってもとか謝る前に、難しいやそこら辺はね。だけど、とりあえずお友達リクエストの時はメッセージくれないと、承認しないことにしてて、例えば、ライブハウスで会ってねでいやいやいや、Facebook やってんだとか言って、あじゃあ、絡みましょうとか言って、家帰ってパソコン開けたら、その人の名前で、友達申請とかあったら、それは話は別よ、会ってんだからよ。だけど、全く会わない人がさ、いたずらメールかとも思うじゃないですか。だからやっぱりそういうのはね、ちょっと勘弁してよみたいなね。その代わりも全部出しちゃったものはフリーで OK ですか、フリーで何やってもね、こいつバカだよねって言われてね、バカ野郎って書いてもありがとうございますっていう、そういうことだからね、しょうがない。でもやっぱりその出すまではいろいろとねこっちはチェックするけどさ、で、あこういう程度でこの人は怒るんだとかね、いろんなそういうあれもあるからさね、こっち側の了見の狭さというかね、領権の広さというか、そういうこともやっぱりあるからね、ただやっぱりね、なんかこうごちゃごちゃ言われるとやっぱり傷つくないやだからその傷ついたら傷ついたでも仕方ないでしょ、ね、だからまあ次そういうことがないようにね、そういうふうにね、まあできればねほら日々進歩したいもんでね、進歩か逮捕かわかんないけど、逮捕したら捕まって刑務所行きか、いや悪いことしてないですよ、ね、でも悪いことしてないですよったらこの前ね知り合いが言ってましたよ、いや最近は悪いことしなくても捕まるからってね、そうかもしれないなとかね、案外悪いこと堂々とした方が捕まんないのかもしれないね、いやそうじゃないだろう、やっぱりそこはやっぱりコネつかお友達ですよ、田沼起きすぐですか、あの時代かね、やっぱり賄賂でも中国とかね結構いつも賄賂があって、賄賂でどうのこうのみたいな話、就職にしても何にしてもってあるけども、やっぱりねそういうこともやっぱり日本でもあるもんな、やっぱりないよとな、ただ中国は本当にそこら辺露骨なんだろうけどもね、偉い人には逆らうなじゃないけども、でもやっぱりお国柄の違いというのもいろいろあるんだろうしね、やっぱりすごいと思いますよ。でもやっぱり本当にそういうふうにね、いろんな考え方があって、それがね、多数決みたいなことでね、絡んでくるわけですけど、例えば是々非々って言葉があるんだけどね、なんかあった時にはさ、やっぱり是々非々で対応しますって言うけどさ、それに利益とかも絡んでんでしょっていう話をしたいよね、やっぱりね。なんかこう普
通に考えたら絶対ダメなんだけど、やっぱり利益絡むとさ、まあいいんじゃない、仕方ないよねっていうのもあるかもしれないじゃないですか、わかんないけど。だそれだよね。だからいろんなものが絡んでくるから、やっぱり意思表明とかそういうね、ことっていうのはすごく難しいんじゃないかと思うんだけども。でもね、俺なんかもう個人で小さなあれですからね、まあなんかね、しょうがないですよねだってそうですよ、仕方ないですよね、とまあね、まあそんなことで、やっぱりね、ウェブというのは大変ですなという話なんですけどね、だけどまあ本当にそういうことでね、例えばこの前やっと電話開通したの、ね、どうやってやればいいのかと思うんですけど、やっぱり携帯なんかはもうね13年ぐらい使ってたから慣れてるから分かるんだけど、やっぱそこまで設定しなきゃいけないっていうのがね、やっぱり大変だったね。設定っていうか、やっぱりこれもやっぱりだから普通にね、買った時についてる紙見ても電話の書き方なんて分かんないんですよだからネットで調べてさ、でネットで同じような写真が貼ってあって、ここをやるとこういう画面が出て、こうなってこうなってっていうことで、やっとつながりましたよ。ね、で、すごいのはね、メールとかあるけども、ヤフーなんだけど、メールアドレスが変わるんだってね。だからヤフーなんだけどって、携帯はソフトバンクだったからね、ヤフーの、URL でよかったんだけど、今度は iMobile だっけ、ヤフーモバイル、Y モバイルになると、Y モバイルの、URL になるから、アカウントのね、13号倉庫っていうのは同じなんだけど、アットマークの下が違うっていうんだよね。で、だからそれを確認しようと思ったら、全然どこにあるか分かんない。ヤフー、だからメールはこうやったらできますってことはあるけど、まずアカウントのチェックとか書いてあるけど、そのアカウントが分かんないからどうすりゃいいんだよって話だよね。で、まあ、いろいろ見ててさ、でまあ、ヤフーだとかグーグル、Google をやってれば意外とこういろいろ助かるよっていうから、グーグルをやってね、でパスワードで入れたらさ、弾かれたね、なんだろうね、要するにそのグーグルのパスワードだってさ、もうね、俺がパソコン始めたのが2000年ぐらいでしょ、1990何年だよね、だからもう20年ぐらい経ってるわけでね、その間にさ、パスワードの変更をお願いしますってのは何回もあって、だいぶ変わってるわけですよ、むちゃくちゃ変わってるわけですよ、ね、で、まあ、ものによっては結構古いね、パスワード、一番簡単な古、ね、パスワードで今も通用するのはあるけども、なんか俺自体も分かんなくなってるんだよね、一応だから記録はしてあるんだけど、これじゃないとかね、なんかコロコロ変わってるからさ、これじゃないとかね、あとなんかおかしな、秘密の合言葉 I love you とかね、そういうこともいろいろあるから、もう分かんなくなっちゃってんだよ、でそれで、パスワードが違うからって聞いてくんのね。でそうするといちいち調べるわけだけどさ、全部覚えてないしね。でノートに記録してあるわけだけどさ、ノートでも結局3冊ぐらいになってるんだよね。でそれで最初の頃のノートってもう処分してんの、もうね、全然ね、例えばなんだっけ、ライコスとかさ、ねえ、なんかそんなところでライコスどうのこうのとかね、あとなんかブログにしてもさ、ヤフーの、ああそうだ、ヤフーのさ、あれだよな、ホームページなんかもうなくなっちゃったじゃないですか。ね、あのアドレスだとかさ、ね、まあアドレスはもうどうでもいいんだけど、もうあの辺は消されちゃってるからもうしょうがないなと思って、これもさ、いい加減にね、もう本当は。ね、一番最初はあこれで例えばずっとね、ウェブ上には残り続けるんだなっていうことを思ってたんだけど、そうじゃなくて商売できなくなったらバンバンみんな辞めてるから、で結局俺もだからダイヤルアップの接続からヤフービビになって、今はエアですかね。でエアだけはなぜか Y モバイルに変わってもソフトバンクみたいなんですけどもね、それもなんかよく分かんなくてね、一応なんか無線だとつながんない
っていうか、あのまたいろいろ設定が難しかったんだけど、俺はさ、あのデスクトップにあのつなげてるから、あの線でつなげてるからできることはできたのよ。ね、だけどあの、一応 5G って書いてるけど 4G とか 5G の電波を拾えますって書いてあってね、であの両方とも一応入れたんだけど、それどっちになってるかって言ったらずっと 4G なんだよね。うん、 5G になるときはね、あの、まあ、5G になるときもあるんだけど、他のだからあの Wi-Fi のあれでとかね、 そんなこと全然わかんないしね、うん、でもとりあえずそれで、インターネットの方は全然問題なくつながるようになったんだけど、でも結構重いのな、うん、ラゾーダのね、お世話になった店員さんはさ、いや 5G だから早くなりますよとか言ってるけど 4G でさ、ヘトヘト。だ今日なんかさ、もう午前中から外出るつもりだったのがさ、もう、朝からずっとやってて、おかげさまでね、この時間ですもんね。また時間がずれてって、あとやっぱり最近はやっぱり体力がね、やっぱりまだまだ本気じゃないんですね。まあ寒いってのもあるしさ、もう冬だってのもあるし、気力もねそんなにね、やんなきゃいけないと思うんですけど、じゃあやるぞって言ってあの椅子に座るとなんかって感じになっちゃうんだよね。ふにゃふにゃふにゃって抜けちゃうわけで、そんなことやっててね、結局また設定おかしいよとか言ってね、なんでとか言ってね、そしたら結構メモリー食ってんだよな。で食ってんだけどさ、何が食ってんだかよくわかんないね。でなんだっけ、Firefox なんかさ、すんごい食ってんのよ。でまあそれずっとつけっぱなしにしてるってのもあるのかもしれないけど、でも気がついたらびっくりだね。でまああのヤフーじゃないや、 Windows 10とかのさ、あのマイクロソフトのダウンロードとかあるじゃないですか。ダウンロードっていうのはあのアップデートもね、来るたんびにさ、もうやってるんだけど、なんかあれだよね、 Windows 11のためかもしれないけども、やたら重くなってんだよね。まあいったなみたいな。で要するにその5年ぐらい前かな、5年、4年ぐらい前か、そうだね、4年ぐらい前だね、今のパソコン買ったのはね。でまあその時はまあこんなもんでいいでしょうって言うけど、今はもう完全にだから 32bit かなんかから 64bit になってるわけで、倍だよな。倍だから倍かかるのか どうかは分かんないけども、そういう意味ではもうやっぱりヘロヘロだもんね。だからね、そういう面でもやっぱり、でも金かかるなっていうか、まあまあ仕方ないっちゃ仕方ないんだろうけどね、次から次へと新しくなって。でもあれだよね、今回もだからAndroid の時思ったんだけどさ、いらないもんばっかりなんだよ早い話が。で最初からね、ラゾーナの店員さんにも言ったんだけど、電話が1番電話が1番メールが2番3時のやつは文明堂ってね、あといらないからってそうですかみたいな、いやでもあったら欲しくなりますよとか言ってたんだけど、でもやっぱり4日経ってね、まだメールも開通しないって、今日の、とにかくヤフー跳ねられるんですよ。ヤフーとさ、要するにその Y モバイルとヤフーと、あとグーグルとヤフーがもう完全に跳ねられて、ID が違うとかね、パスワードが違うとか言ってね、さっきも言ったあれでね、どうなんだと思ってね、まあ結構ね焦りながら昔のメモ帳とか見てね、これだとかやってんだけどね、だから要するにそのこの長い間にね、長い間にそういうふうになんていうのパスワードやなんかもコロ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 変わってるのでね、いや俺が変えてるわけじゃないよ、だって通じるんだったらさ、何も変えなくたっていいんだからさ、設定なんてそのままでいいんだからさ、いやずいぶんだから俺の携帯がそうだよね、だから、13年前に登録してからもう何もやってなかったから、それでもねカバーとかは外れたんだけどね、全然使えてるんだよね。
だけどなんか 3G もう終わ2000何年で終わりますとかなんとかいう話で、それでね、あの使えなくなって、だけど今やっとかないとね、こんだけブツブツね不満たらたらなんだけども、今やっとかないとあと 2,3 年後ってなると本当にね、年寄りだからこんなことできないよ、はっきり言って難しすぎて、まああとジェネレーションっていうのもあるけどね、あのやっぱりそういう世代だからね、あのひねるとじゃあというのがね俺たちの世代だからね、だからあのテレビでも何でもそうだけど今はなんか難しくていろいろあるけどもさ、ね、とにかくスイッチを押せば電気がつく、ね、でテレビが出てくる、ダイヤルをガチャガチャ回せばすぐチャンネルが変わるって、ね、そういう、ね、例えば炊飯器でも、でもあとだから洗濯機がさドラム式だとかさなんか立て方とかなんかわけわかんない乾燥付きとかいっぱいあるけどね、いや確かにね、洗濯機も乾燥でまでできてっていうことになればね、便利は便利なんだよ。だけどね、だから今だから例えば冷蔵庫一つ取ったってさ、なんかあれだよね、昔の仏壇みたいなもんだろう、冷凍庫までついてたりしてね、本当にそれあれだよね、確実にさミステリーじゃないけど中 にあの子供とかね人間なんか畳んで入れられるよな、ね、だからもうすごいちょっと昔で言えば小錦みたいな人を冷蔵庫の中に入れてさ、ね、今日はお肉とか言いながらねそこから、ね、切り取って、ね、美味しいとか言って、今日やった今日はステーキだとか言ってね、いや素敵な一日にしましょうねみたいなね本当にもうなんだよって話だよね。だから本当だけど冷蔵庫なんか冷えてればいいだけの話だからさ、何もそんな冷凍だか冷蔵だか上側の旗にはなんとかだかかんとかだとかね、飲み物とかさ、やっぱ卵コーナーは欲しいけどな卵のね、卵の、コーナーは欲しいけど、まあとはいらねえな、あと最近だからね、そういう意味ではやっぱり冷凍庫はいいな。例えば冷凍っていうことでさ、結構日持ちがするってことで冷凍庫っているのかなと思ったんだけど、俺この前冷凍庫をね買った時は冷凍なんかしないぞ、冷凍だって冷凍物ってさ買ってきたことないもん、冷凍の場所がないしね、冷凍する気もないし、もう日々これ直食ね、日々これあるものをね直に食っちゃう、別に外食とかじゃなくてね、だからそういうこと考えて思ってたんだけど、やっぱり冷凍庫があって冷凍しとけばいいよなっていうのは最近思う、だけど必要ないよっていうね。ただやっぱり電子レンジもさ、なんかちょっとまずいんじゃないのみたいなのがあったから、ずっと電子レンジも使わないんだけどね、温めるだけだったら電子レンジあってもいいよね、弁当とかね、なんかこう作る時間ってめんどくさいじゃんね。だからでもてんやもんとかそういうもんばっかりだったらまた飽きは来るんだろうけど、でも、やっぱりね、チンして即食えるっていうのは本当にね、時間がね、なんか時間がない時間がない、何もやってないってバタ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 やってるからさ、なんかね、でまあそうよ、アンドロイドが入る前までは多少時間、あ、俺ちょっと今あれだよね、なんかこうむやみにのんびりしてるなとか言って本読んでね、結構本も読んでたんだけど、最近は本読む暇もない、とにかく本を読むなら取説を読めっていう話でね、よくわかんないけど、まあそういうね、どうなんかね、やっぱりそれをどれだけ使えるかっていうことになってくると、基本的に必要なものは本当にね、電話とメールはほとんどないだろうけど、情報が入ってくると、ね、分かりましたっていう、そういうような意味でのメールっていうものぐらいなもんだもんね。あとやたらなんかね、持ちにくいしな、あんな長っぴょろいねえ、持ちにくいし、なんかだからガラスかなんかがすぐ割れるんでしょ、なんだよって話だよね、もっと頑丈に作れよって話だけど、それ結構重たいんだよな、意外と携帯なんかのガラケーなんかに比べると相当重たいし、
ずっしり手応えみたいなね、そんな感じだけども、なんかやっぱり、違うよね。だからあの、よく言われるのはやっぱりパソコンのね、テレビみたいなモニターと、あとはタブレット、うん、あれもね、あんなでかいもん持ってね歩いてって、でもあれだよね、ポータブルとタブレット違いっていうのはよくわかんないよね、うん、タブレットって見るだけなのかな、うん、だからこれもね、だからディスクトップでさ、だからパソコンだってさ、もう体についてたらさ、持って歩けたらさ、それはパソコン一日中使ってね、ヘロヘロになりますよ。だけどやっぱりパソコンはパソコンね、読書は読書、あね、そういう感じで分けるとなんかこう人生もまた豊かになるかななんてふと思ったんだけどね、めんどくさー、あー本当に、いやーなんかねーと思うね、そうなんだよね。だからパソコンだってそうだもんな、また新しいの買うときにはまた何だか分かんなくなってるもんね、うん、本当に、いやでもそれでもね、一応ね、パソコン頑張って、で今日もねこうやってごまかし君を、やってますけどね、ごまかし君も頑張って、いや本当はもう 2,3 日前にね、まあ今回のはこういうことをやろうかなと思ったんでね、パソコンじゃない、いやあの携帯買ったすぐね、携帯なんかクソくらいとか言ってね、クソだとか言ってね、携帯置いといてたからね、うんこしたりして、まあいいや、それはそれでいいんだけど、でまあそんな感じでね、ただ天気悪かったりして外出るタイミングを逃したり、いやほんとね、レギュラーっていうか普通にやってることがね、全然ついついね夢中になっちゃうんだよね、わかんねえから、でここでやめるの悔しいなとかって思ってね、結構やっちゃうんだけど、そうするとアウトなんでね、なんだかんだ言いながら時間ないし、まあこういう風にねバタバタするのがまた一つね人生面白いんじゃないかななんて思うんだけど、でもこの歳末のね、だから歳末歳末ですることいっぱいあったんですよ、で、あのこうやったらいいな、ああやったらいいな、これやろうあれやろうとかってなんだけど、全部流れAndroid で、Android で一勝負っていう、そんな感じになってますね、まああとはやっぱりまあね、なんかこういう話をするとすごい元気そうだけど、やっぱり体調はあんまり良くないしね、うん、何が良くないってね分かんないんだよ本当に、ただね、やれること、それこそ取説に書いてあるようなやれることだけはちゃんとやってるつもりなんだけどさ、まあどうなんかね、少しずつでも体力ついてるのかしら、だといいんだけどな、でもやっぱり、もう年だからね、いやそれなりのね人生の流れって考えてみればやっぱりね、年は年ですよね、だからこれからまあ本当に病気がバンバン出てくると思うんですけどね、こればっかり運みたいなもんだね、だから若い時みたいに全然そんなのもう関係ないってことでバタバタしてるのと比べて、今はさそうなっても仕方ないだろうっていうことでやってるわけだけども、あとは運だな本当にな、何々の病気が発見されました、しょうがないねみたいなね、だからそれを喜ぶとか楽しむとかっていうことじゃなくてね、やっぱり難しい、そういう意味ではね、そういうことを念頭に置きながら一日でも楽しく素敵な、日が続くといいなと思ってますけどね、まあなんかいいことをねやりたいし、ね、素敵なことをおいしいもん食いたいし、まあいろいろですよね、で素敵な正月迎えたいし、これだよ今なんだかんで言ってもね、やっぱり素敵な正月は迎えられるでしょうかっていうね、というか毎年さあー正月が来たあーとかって思うけど、なんか今年の正月ってなんか希望に燃えてるねみたいなことないもんな、あーよしじゃあ少し寝ようとか、いやちょっと待って寝ないよ寝ないよ、まだ
頑張るよみたいなね、だって正月だもん、じゃあ正月じゃない時はどうして頑張ってたんだって、いやもうするしか仕方ないからさとかね、わけのわかんない話になってきますけどね。でも本当にまあ、うん、あのそういうバタバタした正月を迎える、今年も迎えるだろうと思うんですけどもね、うん、それはそれでまあね、それが推奨されるようなものではないと思うんですけども、仕方ないっちゃ仕方ないよね、うん、だからやっぱりあとっていうか180歳ぐらいまで行きたいね。そうするともうね、やっぱりもうマイペースのんびり、もう最初からもうスケジュール立ってね、180までは生きられますよつってね、まだね、まだやっぱ最初のね、あの3つに分かれるの、3期にね60年ずつで、そのうちの1期過ぎてちょっと経ったぐらいなもんでね、うーん、今が一番こう最初の60年のね、生き様を修正しながら生きる本の初期の頃でね、うん、なんかこう、うん、そうだよね、まあ今は本当にだからいろんなことをね、楽しもうとしながら生きてるような感じですね。決して楽しみながら生きてるわけじゃないし、いろいろとねまだ厄介なこともたくさんあるからね、まあ人生ってのはいつもそんなもんじゃないですかね、人生だからもうこれからも人生しかないですよね、うん、でもね、あのここ数年あの就活という話があるけどもね、言葉があるんですけど、なんで就活なんて言葉があれすんのかな、もっと楽しく生きようよ、ね、あのというかあのいろんなことをね、整理するっていうのはこれはもう当たり前のことだからね、就活もう最後だからちゃんとだから、片付けましょうって、そんなことじゃねえからさね、うん、ということで今日も楽しく、ね、1日が過ぎるといいなと、アンドロイドと格闘ですよね、本当に早いとこね、だからアンドロイドでできるようになれば、あとはねアンドロイドほっときゃいいんだから、ね、またなんか他にすることいっぱいあるでしょうからね、まあそうやってね2021年もだんだん過ぎていくっていう、そういう形、さてあとね、2021年、今日が26日ですか、あと5日ですか、何回ごまかしくんできるかな、もしかしたら今日がねあの最終回かもしれない、うん、2021年のね、まあいいじゃないですかね、あの終わるわけじゃないから、2021年っていうのが終わるだけの話だからね、俺はまだまだね、まあいつ終わるか分かんないけど、まだまだ頑張りますよ、ファイトでいこうね、ファイト一発これですよ、ね、頑張るぞっていうねいやまあ頑張ってもしょうがないっていう部分はあるけどね、まあそのなんかこうへたっちゃわないように頑張りますよとね、ガス欠無用みたいなね、そんな感じです、はい、ということで、クソ寒い中、晴天で雲がねちょっと綺麗だなというような、そんな時期ですけども、またね、がっつりありますのでね、一応今日は終わりかもしれないけれどもまだわからない、ね、で今日は終わっても来年は全然だからやめるなんて言ってませんからね、あの来年またやりますからね、まあそんな感じで、まあとりあえず、良いお年をとは言っておきましょうね、良いお年をね、素敵な、ね、2021年は素敵でしたか、2022年はもっと素敵な、ね、1年になるといいですねということでありがとうございました、おやすみなさいです、グッドナイト、ではでは。